もお願いします。みんなお願いします。はい、最高。今までの原判決までの判断を破棄すると、そして結論としては名古屋高裁に差し戻しをするということがあったんですけれども、でその最高裁の判決の内容としては、今回その判刑法の5条1項1号、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものという法律の解釈にあたっては、同性のものもその中に含めるということをはっきりと最高裁に明言してもらいました。今の気持ちは一言で言えばほっとしましたになります。パートナーを殺害された苦しみは同性パートナーでも異性パートナーでも変わらないのに違う扱いをされることはおかしいと思っていました。今回最高裁判所の裁判官が同性パートナーも異性パートナーも同じだよと認めてくれて、ようやく安心できました。判決の後、弁護士が「よかったね」と僕を抱きしめてくれました。傍聴に来てくれた方も僕を見つけてすごい笑顔で肩を抱いてくれました。とても嬉しかったです。僕の裁判を応援してくれた人たちも喜んでくれていたら嬉しいです。本当にありがとうございました。